でも俊敏な動きができるということを見せなければ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかこの場所に立っとったらさ、めっちゃ下からライトで照らしてるみたいじゃない、顔。ちょっと怖い話とかするときみたいな。え、待って、目的地どこ目的地どこ、あれなんやけど、あのめっちゃナビワンが欲しい、ナビワンが欲しいよー。ついてきて、ナビワン。こっち、どっちや、こっちや。あ、あの場所か。ん？ってことは洞窟からまた出るのか。あ、鳥、いたいた。我の背に乗るがいい。山頂の近くまで運んでやろう。よかった、運んで。よし、それでは参ろうか。試練のためにわざと落としたんやね。迎えに来てくれたんか。双剣山の頂上を目指そう。さあ、どこに行けばいいんだ、あっちか。ちょっと待ってね。牛乳。牛乳はいいよ。もう、私は、飲んだら必ずお腹を壊すのに、牛乳は好きです。大事な時とか、お、妖怪ウォッチが反応してる。すごい容器に近づいてるぞ。おっと、なんだなんだ、びっくり。ぶつかってきた。めっちゃおるやん。スナオくん、はーい。よーし、やった。はーい、スナオくん。ちょっと待って、ジュニア、ジュニアがセミロングに、セミロングにメタメタにやられたよ。ちょ、待って、容器吸い通る使いたい。ちょ、ウリボー頑張って、ウリボー。あー、痛い。お、シャドウサイド、シャドウサイド。変異、変異は助かります。はい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 、今のうちにね。痛い痛い痛い、無理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 。ちょ、待って、回復回復。めっちゃ回復するやつはどれ。かなり回復、タケノコ。はい、タケノコ生で食べたらダメなんだよ。あー、おっと、怖いよー。何、セミコロンサボってるの。な、何サボってんの。出てよー。砂をめっちゃ満タンあるやん、体力。こんだけやん。なになに、どういう状態？なんか無敵みたいな状態やけど。やめてよ。えいえい。お、これは。よい。あ、コンゲット。イエーイ、拾おう。あ、拾えねえ。拾えねえ。73円。お、E ランクのプチコンと砂のコーン、白。ちょっと待って、目的地に向かいたいんだけど、めっちゃぐる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 してんな。え、あっこは一体。あ、あっこに鳥おるやん。え、ちょっと待って。でもこれは多分、あ、待って、回復したい、回復したい。はい、回復。イェーイ、回復。いや、あとはいいです。とりあえず、こっちじゃないわ。ん？こっち？あの鳥はあれか、降りてきたやつか。ん？頂上や。よし、ここが試練の頂きだな。おーい！俺たち試練を受けに来ました。誰かいますか？別々の試練だな、あっちとは。なにこれ、なにこれ。雨かける幻獣、麒麟。絶対倒せんやん。我は試練の番人。え？幻獣麒麟！妖怪ウォッチを身につけしき様は何者だ。ああ、我こそは有星明則、朱雀蒼天山の試練を受けに参上した。え、こっちが取るの、朱雀蒼天山。まあ、相馬は一個持っとるけんね。威勢のいい小僧だ。来い、貴様の力を試してやる。絶対倒せんってあんな。いや、待って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 。手持ち妖怪2匹なんかでいけると思いますか。絶対無理やけん。無茶すんなよ。絶対無理やけん。無理やけん。
怖い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 、やばいってあれめちゃくちゃ殺気出てんじゃん。おお、ジータン助けた時と一緒、ウォッチの力使えだぜ。ウォッチの力とは、ヘイハイマレイダン、怖いよー。おお、くるくるくる、あ、痛い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 、怖い。あ、このさ、さすらい玉、さすらい玉来いや。あさ、さすらい玉、これどうやって、さすらい玉狙えんくない？めっちゃ思うんやけどさ、さすらい玉どうやって狙いよった今まで。全然狙えんないけど、ふざけてる。ほらほらほら、地上に降りてきてちゃんと。あ、これは後ろ足で切られるパターン。陽気水通りしたいから、やめてください。陽気水通りたいからちょっとこっち来て。なに、チャンス、さっき水取っちゃったぜ。さっき水取るからでしょ。毒舌発動、待って、はい、これか、これハイマリーナ、へい、痛い痛い痛い。さっきを吸い取ることができるんやね。あ、じゃあそういう時にこの陽気水通るを使えばいいってこと？あ、怖い怖い怖い、あー助けてー。持ち物で、持ち物でちょっと回復しよう、回復。ほんのりじゃなくてかなり、タケノコ、はい、オッケー。こっちにしてくるのはやめてくれるかな。はい、これで吸い取って吸い取って、もう半分ぐらい、あと、いや言うて半分もあるけど、はい、順にサボんないで、これ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 、やめてよ、食らいたくない。ちょっと待って、タイマーレイダー、ほう、あー、あ、ちゃんと上行ってくれるんや。ジュニア死んでる、待って、ウリボーウリボー、シャドウサイドに変化してるけど、ちょっと待って、あの回復回復、あれ、あー、もうダメだ。ほんのり、いや少しの方があれなんかな、多いんかな。イノササオ、はい、とりあえずね、とりあえず、痛い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 、やめて。タイマレーダン、はい、いけ。アイテムのクールタイム終了したよ、はい、よ。あー、ここダメ、うー、怖い。やめてやめてやめて、ちょ、ウリボー頑張って、ウリボーめっちゃ頑張って、お、チャンス、ちょ待って、タイマレーダン、はい、いけ、これが一番効いてんじゃない、どうよ。あ、頑張ってなかった、あー怖い。あー怖い、おお、ダメダメダメ、とどめとかやめて、はい、あー、ここ来る、あー、ちょっと待って、避けて避けて、あきのり死んでる。死んでる、ちょっと待って、少し回復、いくらおにぎり、はい、嫌です、食らいません。おっと、危険、待って、タイマレーダン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 、溜めて溜めて、はい、いけ、あ、よろしくないよろしくない、これちょっとひたすら、あー、ダメ、避けて、違う、逆逆逆、あ、ちょ待って、ダメ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 、え、つらい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 、サンドイッチサンドイッチ、ウリボーウリボー頑張って、ちょっともっと頑張って、ウリボー、あ、正面折ったら危ない、これ、あいや、よろしくない、はい、タイマレーダン、いけ、ふー、少し回復、サンドイッチ、少しをめっちゃ使っていく、あ、これ、ちょっと待って、届かない届かない届かない、あー、これ危ない、くっそ、でもでもデブでも俊敏な動きができるということを見せなければ。オッケー、吸い取り、あ、これ今
今よ、今いけ、はい、チャンス。ちょっと待って、タイマレーダーにした。いけてい、一貫したね。お、これ結構いけ、やめて。あー疲れてる。スタミナ不足。持ち物少し回復。はい、サンドイッチめっちゃあるやん。痛い。あ、バテ。それじゃダメだよ。はい、吸い取って。はい、チャンス。おい、こい。はい、いくぜ。あ、もうこれで仕留めれるんじゃない。どうよ、バテないで。はい、来たー、やったね。ふう、ありがとう。そして回復。俺たちの勝ちだ。秋のりやるやん。お、391円、安っ。安っ。おお。有星秋のり、そしてその友よ。よくぞ我が試練に打ち勝った。ありがとうございます。秋なり、いい感じだぜ。さて。では試練に打ち勝ったお前に褒美をくれてやろう。まさかのここに精霊剣。ありがとうございます。マジで。想像もしていなかったけれど。新たな世界のアークを手に入れた。何、新たな世界って。剣は？お？何これ。こことは異なる世界に誘う鍵だ。貴重な品ゆえ大事にするがよいぞ。キリンさんの試練って朱雀蒼天山をくれるんじゃないの？だよね。何やら誤解させてしまったようだが。え？朱雀蒼天山は向かいの山の頂上にある。もう一人の番人の試練と共にな。ああ、なるほどね。秋なりは秋なりで別の試練やったよね。なんだって？あの容器こそ万人朱雀の放つもの。おそらく今まさに試練の戦いの真っ最中であるぞ。あっちの山にはみんなが。切り替わりそうな予感。キリンさん、お願いがあります。ん？まだ褒美をねだるか。欲張りなやつめ。あっちに連れてけって。俺たちを向こうの山の頂上まで連れて行ってください。なんと。今戦ったばかりだというのに、さらなる試練を求めるのか。助けないと。仲間が向こうで戦っているんです。助けに行かなきゃ。おお。その身で朱雀に挑むか。いいだろう。力を貸してやる。その妖怪ウォッチ。アニマス天上鏡は我を呼び出すことができる特別なものだ。マジで？幻獣キリンはお前の力となろう。その天上鏡で我を呼び出すがよい。え、ちょっと待って。さっき試練の番人ね、ウリボー。ウリボーも仲間になったし、ここでキリンも仲間になるの。え、ちょっと、え、やばくない？アキノリ協力すぎん仲間。キリンさん、ありがとう。スザクは強いぞ。向こうに行く前に傷を癒しておけ。サンキューキリン、お前いいやつだぜ。お前たちがやつに負けたら我の格好がつかないからな。かっこいい。キリンに乗って東の山に行こう。とりあえず回復していかんといかんってことか。さっきキュッピーこっちにあったよね。待って、どこだ、こっちか。回復していこうっと。いいえ、何もないです。あ、まあとりあえず今回はこれで大丈夫かな。これで向こうに渡ったらすぐ戦闘始まりそうです。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ秋なりはストーリー上仲間になっていくのは強い奴らばっかり、すごい奴らばっかり。てか万人ここ離れてん。謎。